エデンズゼロゲームニュース。今回もコナミさんの全面協力のもと、どこにも出ていないゲームの最新映像を公開します。今日はこちら、ゲームで操作できるプレイアブルキャラクターを紹介します。待ってました。ここですよね。皆さんの分身ですからね、誰を操ってゲームを進めていくのか、まずは式です。式から見ていきましょう。どうぞ。おっ、え、スマホゲー本当に。普通に画面見ながらリアクションしちゃった。もうすごいですね。すごい。ワイズが走り込んできたと思ったら知らんやつだった。ゲーム自体は 3D なんですけど、エフェクトの時の効果音が漫画っぽくドカッとか出てるのが、なんかいいですね。あれいいね、画面が面白くなるよね。ピーノもいるけど、あれどうなるんだろう。あ、本当だ。サポートしてくれるのかな。一緒にいてくれるだけで嬉しいね。さあ、じゃあ続いてのキャラも見ていきましょう。続いてはレベッカです。どうぞ。回復してる。全然違うね。違いますね。エーテル弾撃って遠くの敵を攻撃するとか、ね、集団戦の時に、そう、回復 ね、ありましたね。エフェクト可愛かったです ね。あと何でしょう、個人的に結構ゲームやってて、僕メインの目的を忘れがちになる人なんですよ。脱線していろんなとこ探しちゃったりするんですけど、左上にちょっと目的が出てるのはありがたいです。個人的には。本当だ。どんどん見ていきましょう、はい、続いてのキャラクターはワイズです。どうぞ。タレットライス。ワイズめっちゃ派手。そういうのいるよ。はぁ、すごい。全然違いましたね。レベッカとも違う、こう重火器感、ね、それもなんかいろんな重火器使ってるというか、なんかワイズだけ贅沢じゃありません。なんかいろいろ派手でしたよ ね。上から降ってきたりとか。花見さん、プログラムなんか多くないですか。優遇されてるな。すごい。いや、面白いね。でもなんかバラエティに飛んでて、火炎放射が思いっきりピーノに当たってたんですよね。ゲームだけど心配になるよね。それぞれのキャラで全然違いますね、攻撃方法も。違う。その中でもまたひときわ違う。この後は剣で戦うこの人の動画見てみましょう。続いてはホムラです。どうぞ。いやいや、和風剣撃アクションファンタジーやっけ。すごい爽快感半端ないですね、これは。エデンズゼロか、これ本当にって思うぐらいの。今映像中に多分表層乱舞かな、聞こえたのが多分それっぽかったんですけど、ああいう技なんだって今初めて知りました。全貌がね。そう、なんかやっぱアニメだとその一瞬のカットとかで、なんで、あ、こういう動きしてる技なんやと思って。確かに、もう一回見せてください、表層乱舞。かっこいい。かっこいいです。これホムラ楽しそうだな、ね、なんか爽快感すごそうですね。ねえ、寺島さん、はい、今後操作したいキャラクターとかいますか。誰だろう。デジタリス編の偽ホムラ。でもそれで言って僕あの偽ワイズもちょっと気になりますけどね。何の役にも立たない偽ワイズ。すごいおっぱいが大きいだけの、 だけの偽ワイズ。戦闘能力ないかもしれないけど、ラビリアもやってみたいよね。そうですね、何もできないみたいな。でもやっぱりあの指向性とかもね、どうなるのかも気になりますしね。そうだったわ。いや、僕あの師匠が触れるのかどうかがめちゃめちゃ気になりますもん。どうなるんだろう。本当に師匠はどうなるのって。愛野さんどう、誰使いたい。ハーミット使ってみたいです。ハミちゃん、はい、かわいい。ハミちゃんどうやって戦うんだろうね。確かにカチャカチャ、すごいインテリな感じで、きっと何を出すの。ねえ、本当に。敵キャラとかも使えたらいいよね。いや、そうなんですよ。なんだかんだシビル好きだから、シビル使え。
これシビルつきすぎなのかな。まあ気になるキャラいっぱいいますけれども、うん、今後まだまだねなんか続報があるかもしれませんので、はい、楽しみにしててください、はい、それでは皆さんエデンズゼロのスマホゲームエデンズゼロポケットギャラクシーの事前登録よろしくお願いします。はい、事前登録の詳しい方法は YouTube の概要欄をチェックしてください。エデンズゼロのゲームニュース、次回はゲームシステムを紹介します。 お楽しみに。それでは高評価&チャンネル登録よろしくお願いいたします。せーの、にゃんにゃん、にゃんにゃん。